まあ去年までの、なんだろう、結果っていうのはまあ考えないで、また今年は新たにスタートっていう感じになると思うんで。さあ、では視聴者にプレゼントということでですね、今年の意気込み、そしてサインをお願いします。1でいいのかな、番号まだ聞いてないけど。 1で 確かに。こんな感じで。じゃん、マイペースということで。毎年常に書いてますけども、今年もマイペースで、頑張ります。周りに左右されず。そうですね。そんな感じです。そんな感じで。わかりました。どんな年に今年はしていきたいと思ってますか？いろいろとね、監督の問題とか、選手の移籍の問題とか、バタバタして、そういうのあったんですけど、僕自身やっぱりね、どういう監督が来ようと、どういう選手が残ろうが、自分の仕事は変わらないし、しっかり1年通して頑張れる気持ちと、その体力をやっぱりこの時期にしっかりつけて臨もうと思ってるんで、その大きな心境の変化はないんですけども、いつも通りできればいいかなと思ってます。決意はね、あんまないんですけど、舘さんがね、マイペースだったんで。ちょっと違う。パート2で。ちょっと違いますね。じゃじゃん。マイペースパート2ということで、ちょっとここがね、立石さんとは違うぞそうというでところすね、で。パート2なんで、2年目ってことで、全部、この2もね、なんかいいかなと。なるほど。うまくできました。ありがとうございました。さあ、そして自主トレも、今自主トレ期間ですけれども、今体の調子的にはどのあたりぐらいまで上がってきてる感じですか？どうなんですかね。走れるのは走れるけど、多分サッカーはできるかは分かんないですね。まだ。そのサッカー的な動きはそんなにしてないので、それはもうちょっとみんなとやっていかないと、慣れていかないと思うんで、それ以外の普通に走ったり飛んだり、飛んだり。そんなのはだいぶ上がってきてますけど。かわいい。ありがとうございます。じゃん、こちらスマイルということで、どんな思いが込められてるんでしょうか？いや、そのまんまです。笑って過ごせる一年になればいいんではないでしょうか。わかりました。笑顔の多い一年にということですね。ありがとうございました。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。工藤選手、オフはどのように過ごされました？のんびりできました？そうですね、最初ゆっくりして、あとはちょくちょく体を動かして。どっか家族で出かけたりとかしたんですか？いろいろ。どちらへ？初めてのグアムに。初めてのグアムへ。さあ、そしてチームがですね、いろいろと移籍情報が飛び交ってまして、サポーターの皆さんもすごく心配していると思うんですが、残った選手としては今率直な気持ち、どんな思いでいらっしゃるんですか？そうですね、やっぱずっと一緒にやってきた仲間ですし、正直寂しい気持ちもありますけど、そんなこと言ってらんないんで、残った選手とまた新しく入ってきた選手で、監督もスタッフも全員でまた一からいいチームにしていきたいと思います。じゃあ最後に2008年の工藤選手の目標ですとか決意をお願いします。ありがとうございます。じゃん、勝負。さあ、どんな思いが？自分としても去年いっぱい試合に出れて、自信もつきましたけど、監督も変わって、選手も変わって、まず試合に、練習から勝負して試合に出ることと、チームとしても大事な時だと思いますし、勝負していきたいと思って勝負。わかりました。ありがとうございました。米倉選手、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。さあ、お休みとお正月、どんなオフでした？そうですね。
まあ、ずっとここにトレーニングに来てて、まあ、正直お正月なんですけど、まあ、ゆっくりする時間はそんなになかったですね、はい、地元だからね。はい、そうですね、地元だからやっぱ練習に来れるっていうのもありますし、まあ、今年がやっぱりチャンスなんで、それにあれで練習しに来てました。そうですね、こちらに2008年、そのチャンスの年、2008年の決意、サインをお願いします。はい、はい、ありがとうございました。ごめんなさい。はい、じゃん、レギュラー、どんな思いを込めて。やっぱり今年はいろいろチームに変化があるんですけど、まあ、その中でも自分は自分にできることをしっかりやって、まあ、レギュラーを狙って頑張っていきたいと思います。期待してます、ピッチの上で走り回る姿を。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん結構早めから自主トレを開始していたみたいですね。そうですね、結構ね、グラウンドはあの選手の姿多く見られましたね、うん、今年は気合が感じられますよね。そうですね。さあ、そしてコマーシャルの後ですが、チコの質問を届けたい、そして今年新成人となった選手の今年の抱負を聞いてきました。さあ、市原選手めっちゃかっこいいです。私はニュースの小山くんに似ていると思いますが、自分では誰に似ていると思いますかっていう質問なんですけど。誰に似てますかね。ニュースの小山くんは分かんないですけど。ニュースの小山くんかっこいい、かっこいい。本当ですか。はい、分かんないです、誰に似てる。なんかじゃあ最後にちょっと22歳の決意、サポーターの皆さんにメッセージお願いします。22歳になりました、市原美月です。まあ、選手がいなくなっていくんですけど、若い人たちが、選手たちがみんなでジェフを盛り上げていくので、応援の方よろしくお願いします。ありがとうございました。さあ、そして生ハゲです。登場です、新成人の小町選手です。生ハゲ、生ハゲだ。どうぞどうぞ。さあ、新成人ということでおめでとうございます。ありがとうございます。成人式には参加されました？それは入ってる？してないですよ。してないんですか？はい、あらま、ちょっと合コン行ってたんです。いや、行ってないです、行ってないです。そうなんだ。いや、行ってないです、行ってないです、行ってないです。これ内緒、これ内緒、内緒なんだ。風でしね。え、風で。まあ、せっかくの日に20歳を迎えるにあたって、新成人どんな大人になっていきたいと思ってますか？どんな大人ですか？やっぱ